どうも、たくみです。今回はバンコクのサウナの営業状況を調査第2弾ということでお届けしたいと思います。はい、前回の動画から1ヶ月ちょっとぶりぐらいですかね。はい、で一応ちなみに今日の日付は7月の18日でございます。はい、でタイ国内ではですね、50日間以上も新規感染者というのが出ておりません。はい、一応毎日今日の数字、今日の感染者ということで3人4人増えてたりすることもあるんですけれども、それは全部海外からの特別帰国者の数字となっておりますので、国内での新規感染というのは1ヶ月以上確認されておりません。0人とのことです。はい、でまだまだ日本からタイに渡航するのがいろいろ条件が厳しくてですね、大変だとは思いますが、だからこそ、まあ、現地の芸事情をお届けできたらなと思います。で今回サウナを巡るんですけれども、前回の動画でもご紹介した通り、こちらのサウナはすでに前回の動画でも営業しておりましたので割愛したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速行ってみましょう。はい、まず最初にお届けするのはこちらのお店でございます。前回来た時は何も開いてなくてですね、張り紙だけがあった状態だったんですが、今回はどうやら開いているようです。ではちょっと値段をね聞いていきたいと思います。はい、ということで今ちょっとお話を聞いてきたらですね、こちらも7月から開いているということで、すでに営業中でございました。はい、今現在営業時間は12時から24時までで、料金は200バーツということでした。この料金に関してはちょっとまた海外旅行者が増えると変動する恐れがありますが、今現在は200バーツということで、平日祝日土日関係なく営業しているということでした。はい、ついに営業再開ですね。では続いてのお店行ってみましょう。はい、続いてやってきたのはこちらのお店でございます。こちらもですね、看板が出ているのでおそらく開いてるのかなとは思います。はい、開いておりますね。でちょっとこちらも料金など確認したいと思います。はい、こちらも基本的にはお休みなし、入場料金は200バーツということでした。営業時間はお昼の12時から夜の12時までということでした。はい、こちらサウナマニアも営業しておりますということで、次の店舗行ってみましょう。はい、続いてご紹介するのはこちらのお店です。はい、前回は迷ったんですけれども、今回は迷わずにやってこれました。お店の営業時間はこちらに書いておりますね、1時から23時半ということで、それでは料金など聞いていきたいと思います。はい、こちらの店舗も無事に営業してたんですが、料金は200バーツで、こちらもお休みがなしということでございました。はい、ではどんどん次行ってみましょう。はい、続いてこちらのお店になります。こちらも前回来た時ね、ここに看板があって中に入れなかったんですが、どうやら開いてそうですね。ということでここも例に漏れず料金とか営業時間などね確認していきたいと思います。はい、ということで今ちょっとお話を聞いてきたところ、ここはちょっと閉まるのが早い感じですね。午前の10時30分から夜は9時30分に閉まってしまうということでした。はい、でホテルはちょっと空いてるのかどうかすいません、確認しそびれたんですが、サウナの営業は土日祝日関係なくオープンしているということでした。でこちらのお店も他と同じく200バーツということでした。はい、こちらもオープンしているので、もういつでも皆さん来れる準備はできているようです。はい、ではいよいよ次最後行ってみましょう。はい、いよいよ最後はこちらラチャダサウナ、今は R3 かな、ラチャダサウナかな、すいません、ちょっとどちらかはっきりはわからないんですが、最後はこちらをお届けいたしますが、こちらも空いてそうな雰囲気ですね。ということで早速中に入って確認したいと思います。はい、
今お話を聞いてきたところ、こちらも200バーツで、お休みはなしということでした。お昼の12時から夜の12時まで営業をしているそうです。ということで、これで前回今回回ったところに関しては全てオープンしているということになりますね。ですので心配している方もしいらっしゃったらご安心ください。もし来れるようになったらいつ来ていただいても営業はしております。ただ先ほどちょっとお伝えいたしましたが、料金に関しては変更する可能性も十分にありますので、そちらだけご了承ください。はい、ということでこちらはバイクなどいろいろ止まってるんですが、お客さんもちょこちょこ入っているようです。はい、ということで本日はサウナ巡りをお届けいたしました。また何かゲイ情報あればお届けしたいと思います。もしリクエストなどあればですね、コメントなどにいただければありがたいです。書き込みいただければね、ありがたいと思います。はい、それではもしよかったらチャンネル登録、いいねなどで応援ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ、ソーリーカー。